皆さんこんにちは。今回は、歴代の竜が如くシリーズに登場した、海外組織をまとめてみました。海外組織？ああ、竜が如くシリーズには、関東、関西、地方の極道組織以外にも、マフィアやら秘密結社やらと、様々な海外組織も登場していて、ストーリーにも大きく絡んできているんだ。確かに、いろんな組織が出てきてましたね。海外組織と極道たちの戦いもあって、極道同士のドンパチだけで終わらない。スケールのでかいストーリーが繰り広げられてるので、みんなで一緒におさらいしていきましょうぜ。よろしくお願いします。では行きましょう。まずは、竜が如く1から登場した、ジャカ。ジャカは中国に本部を置く、中国系のマフィア組織で、日本では横浜一帯を取り仕切っているんだ。海外となる日本にも拠点を置いてるなんて、相当大きな組織なんだな。そうだね。そんなジャカのボスは、ラウカーロンという人物で、彼はジャカの日本支部総統にして、表向きは中華料理屋、翼連楼のオーナー。中国武術の腕前は達人級で、戦闘では素手、大刀、柳刃刀の二刀流、象や鍵爪といった武器を使いこなし、騎竜さんとも、深い因縁がある人物なんだ。因縁。実はその昔に、東城会とジャカとの、ビジネス間での取引で、合点がいかない点に腹を立てたラウカーロンは、騎竜さんに薬入りの祝杯を飲ませ、意識を奪い、東城会への警告として、拷問にかけた上で、殴り殺しにしようとしていたんだ。痛そうです。そんな過去もありながら、竜が如く1では久々の再会。消えた100億円を手にしようと、島野と結託していましたが、今度は100億を手にした際の取り分が、予想より少ないと腹を立て、遥かをさらって神宮をゆすり、大金を入手しようと画策していました。毎度毎度、ビジネスはうまくいってないけど、その後の手段を選ばない感じは、さすが、マフィアのボス。作中では、遥かがさらわれたことで、救出のためにラウカーロンと戦うことになり、様々な武器に加えて、凄まじいスピードのコンボ攻撃。ヒートアクションも使用してくるので、かなりの強敵なんですが、何より、ラウカーロン戦後に来る、カーチェイスが、シリーズ通しての激ムズポイントとなっていたので、いろんな意味で、記憶に残ってるプレイヤーさんも、多かったんじゃないでしょうか？セーブポイントをください。その後も、竜が如く3では、騎竜さんへの復讐のために、ラウカーロンが再登場するも死亡。竜が如く4では、残党たちが活動していることが判明し、竜が如く6では、再進出を試みるも、同じく日本に進出してきた、新たな中国マフィアの勢いに飲まれて、隅に追いやられ。竜が如く7に登場する、中国マフィアとは、過去に激しい覇権争いをしたことが明らかになったりと、目に見えて衰退していっているものの、多くの作品にも登場している、元祖海外組織なんだ。今となっては、後続の中国マフィアたちを立たせる、やむちゃ的な扱いになっちゃってますね。続いては、ジングオンは。ジングオン派は、竜が如く2より登場した、韓国マフィアです。今度は韓国系のマフィアですか。カムロ町で大きな勢力を誇っているも、当時敵対していた道島組。というか、ほぼ風間の親父と島野さんによって、壊滅させられているんだ。このおっさんたち強すぎる。そんな過去から、東城会への復讐のために、竜が如く2では暗躍していて、東城会5代目、影薄会長さんの正体は、ジングオン派の生き残り。今作でのラスボスも、騎竜さんの公式彼女も、その血を引いていたりと、右を見ても左を見ても、見渡せばジングオンはまみれでしたよ。ジングオンはパネー。そんなジングオンは、構成員もクセモノ揃いで、作中では、利害の一致により郷田雄二と手を組み、風間組事務所を爆破した、津村や、連携技を駆使して戦闘を繰り広げた、キム、アンド、チェ。木箱を蹴って飛び道具にしたり、靴に刃を仕込んだりと、モブ敵のくせに異常に強く、何度も戦うことになる、初見殺し量産機、黒装束の男といった、武闘派な構成員に加えて、整形手術によって、カムロ町のホストクラブ、スターダストのオーナーである、カズキになりすましていた、ガンジンウ。組織の情報が漏れることを危惧して、指輪に仕込まれた、毒薬を飲んで自害した、シムと、組織のためならばどんな命令にも従え、時には命をも投げ出すほど、規律の厳しい組織なんだ。怖すぎる。しかし竜が如く2で、騎竜さんたちによって、ほぼ壊滅状態に追い込まれ、竜が如く6からは、ハンジュンギが、新たなボスとして組織をまとめ上げていて、石見造船を後ろ盾とした、豊富な資金力で、カムロ町の風俗店を手当たり次第に買い取り、スターダストの地下に特別ルームを作り、おさわり系ホストクラブとして営業。徐々にカムロ町での勢力を拡大させていき、全盛期に近い規模にまで巻き返しているんだ。敏腕マーケターすぎます。そして資金援助の見返りとして、岩見つねおの計画の手助けを行い、騎竜さんとも拳を交えることになりますが敗北。最後は広瀬のおやすさんに射殺され、ジングオン派も、事実上の解体をすることになってしまいます。騎竜さんは結果的に、二度も韓国マフィアを潰したのか。相変わらずとんでもないです。
続いては、竜が如く3にて登場し、世界的に暗躍する武器密売組織。ブラックマンデー、名前からもうかっこよい。この組織は、作中の設定で、1987年に起きたとされる、世界的大恐慌。ブラックマンデーの黒幕だとされていて、そのことから組織名もそのまんま、ブラックマンデー。構成員のほとんどは、CIA に潜り込んでいるんだ。特殊工作員ってやつですか。めちゃくちゃハリウッド映画に出てきそう。そんなブラックマンデーのドンは、CIA の情報網をもってしても、名前しか判明していない、アンドレ・リチャードソンという、正体不明の人物。金髪オールバックにグラサン。革のロングジャケットって、某ゾンビゲーに出てくる、傘の名前の製薬会社、その黒幕にそっくりです。見た目はね。だけどこっちは、ウイルスを打ち込まれていないのに、人間離れした動きをしていて、かなりの距離を飛び蹴りで埋めてきて、そこから怒涛のパンチ&キックコンボ。助走も前動作もなく爆中蹴りをかます、サマーソルトキックと、戦闘では足技を中心に展開しながら、二丁拳銃と散弾銃も攻撃に組み込んでいて、キリュウさんとの QTE バトルでは、まるで映画のワンシーンさながらの、白熱したアクションを見ることができるんだ。どっちも凄すぎる。作中では、東城会6代目会長の、道島大吾や、沖縄の極道組織である、誘導一角未長、中原を撃った張本人で、表向きは風間ジョージと共に、CIA 諜報員として行動していましたが、実際はマラクとなる、世界的な武器密売組織のボスだったのか。そういうわけです。そして、ミネとキリュウさんの決闘が終わると、二人を射殺しようとしますが、意識を取り戻した大吾に撃たれて負傷。ミネに羽交い締めにされ、最後は飛び降りの道連れとなるんですが、プレイヤーさんからは、ミネ様の感動のラストシーンなのに、裏でアウトか不運とかうるさい。なんてご指摘も、全く同じ死亡シーンで、こんなに差が出ちゃうとは。続いては、竜が如く6にて登場した、最王会。最王会は、多くの兵配置を日本にかくまえ、ヒューマンロンダリングにて、資金を作り上げている、香港マフィアです。兵配置？ヒューマンロンダリング？聞き慣れない言葉だらけですが、まず、兵配置というのは、現実でも話題となった、中国の、一人っ子政策に反して生まれたために、戸籍を持つことができなかった、子供たちを指す言葉で、そんな子供たちに、架空の戸籍を与えることで、新たな人間として生まれ変わらせるのが、ヒューマンロンダリングなんだ。なんか、とんでもないことをしているんですね。そうして、日本に渡った兵配置たちを、末端組員として、組織の様々な指示に従わせながら、組織幹部は、信頼できる血縁者のみで固めていて、総帥のビッグローを中心に、後継者には親の七光、ボンボン息子のジミーロー、キリュウ&秋山コンビを相手に、一人でやり合っちゃう化け物。幹部の江戸は親戚だったりと、文字通り、血の掟を定めています。地味に隠れた最強キャラですよねこいつ。そして、この血の掟に背いた者は、女子供や、たとえ総帥であろうとも、例外なく粛清を受け、実際に現総帥のビッグローは、実の息子であった、ユータを後継者にしようと躍起になるも、最後は息子のためを思い、組織に、ユータを後継者とすることを断念した、と連絡を入れ、血の掟を守れなくなったことから、間もなく組織から消されるような発言をしているんだ。今までのボスでも、躊躇なく消しちゃうって、とんでもなく恐ろしい組織ですね。しかし、明確な死亡シーンはなく、過去には、武装ヘリに蜂の巣にされても、ひょこっと再登場しちゃったおじさまもいるので、もしかしたら今後再登場してくれることも、あるかもしれませんね。マフィアのボスらしい、冷酷で残忍な行動を取りながら、我が子の仇を取ろうとしたり、最後は親としての情も見せたりと、意外に根っからの悪人ではないので、ぜひまた出てきてほしいですよね。続いては、竜が如くセブンより登場した韓国系マフィア、コミジュル。韓国マフィアって、ジングオン派とは、また別の組織なんですか？コミジュルは、1980年代に壊滅に追いやられた、ジングオン派の残党によって生まれた組織で、主になりわいとしているのは、偽札製造と情報の売却。同じく横浜は偉人町を拠点とする、極道組織、横浜青龍会や、後に紹介する中国マフィア。ハンピン・リューマンとは、横浜を牛耳る、偉人さんという、三大勢力の一つとして恐れられているんだ。そんな寄せ集めの組織が強いんですか？確かに、他の組織に比べて武力は小さく、もし抗争が起きようものならば、勝てないんですが、圧倒的な情報収集力を駆使して、敵対組織のことを調べ上げ、その情報を売り渡すことで火種を消し去る。横浜青龍会と、ハンピン・リューマンとの間を取り持つ、情報機関にして、バランサー的な役割を果たすことで、巨大な組織たちと渡り合っているんだ。今までの海外組織とは違った強さ、恐ろしさがありますね。でも、そんなに情報を集められるとは、どんだけググりまくったんですか？相手はヤクザにマフィアなので、どれだけ、横浜青龍会でググろうと、ハンピン・リューマンで誤差をかけようと、
調べられるわけはなく、コミジュルは異人町の至るところに、監視カメラを設置し、そのカメラから得た情報を、アジトのモニター室で一括管理することで、あらゆる情報を取り入れています。韓流の花屋って感じですね。ちなみに、それだけのことをしているので、毎月の電気代も超膨大。ということで、スナックから電線を引きまくり電力を盗む、ミミッチーことまでしているんだ。東電から偽札製造まで、幅広く展開しすぎです。そんなコミジュルでしたが、ボスは意外にも、色気ムンムンなセクシー美女。上下黒革のジャケットにミニスカート。胸元が大きく開いたキャミソールという、360度どこから見てもいい女な、孫悲様が仕切っているんだ。こんなセクシー美女がボスなら今すぐこき使われたいで。最後は、龍が如くセブンで登場した中国マフィア、ハンピン・リューマン。先ほどのコミジュルと、横浜青龍会とともに、横浜を滑る三つ目の組織ですね。そうだね。コミジュルが、情報戦を制する新米組織。横浜青龍会が、古くから覇権を握っていた、古株組織ならば、ハンピン・リューマンは、初代横浜青龍会と抗争を起こし、多くの犠牲を出しながらも、徐々に勢力を拡大していった、超武闘派な組織で、なんと10年前にはもう、あのジャカとも同等の力を持っていたんだ。短期間で、老舗中国マフィア屋さんと肩を並べるとは、とんでもないスピードで成長しているんですな。そんな組織なので、構成員も武闘派揃い、同胞以外は全員敵とみなす、鉄の結束を誇っていて、総帥を務める超天竜は、普段はおちゃらけた態度ながらも、敵対する人物には、別に俺は、ここであんたら全員ぶっ殺して、戦争を始めたっていいんだ。と、ドスの効いた声と不気味な笑顔で、脅しをかけていたり、このギャップがめちゃくちゃ怖い。参謀の間口は、偉人さんの均衡を壊すべく、横浜青龍会との抗争。ハンピン・リューマンへの、クーデターを計画しちゃったりと、漏れなくみんなバッキバキ、武闘派すぎて仲間割れしちゃってるじゃん。しかし最終的には、このクーデターがきっかけとなり、組織はほぼ壊滅状態。長が、総帥の座を孫悲に明け渡したことで、春日一番たちの仲間になってくれたんだ。はじめはクレイジーなチャラマフィアが、今では頼れる仲間になったのも、一番の、人を引きつける、まっすぐな性格の賜物だね。ハンピン・リューマン自体は、事実上の解散をしてしまいましたが、長さんは、龍が如く維新極みや、龍が如くエイトにも、続投してくれると思うので、今後の活躍にも期待ですね。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、歴代龍が如くのまとめ動画を投稿しているので、ゆっくりグミ組員の野郎どもは、チャンネル登録、コメントで、応援しやがれください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。